みんな、これがミッドガルだって。おろう。うわあ！私はブータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ、ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取、ブータイの本気を示すため遠方よりやってきた英雄アバランチよ、協力に感謝する。よろしくね。アバランチュ、いないじゃん。お迎えどこだ。うん、モーグリ、モーグリ、お、これをたどってこいってこと。さては、あたしを試そうって魂胆。いい度胸じゃん。うん。
集中やじにお手並み拝見。問題ユフィちゃんのお通りだよ。よっそこだ。そうだ。モーグリちゃんはどこかな。モーグリ、大丈夫？おーい、あれを下ろさないと進めない感じ？よし！よしよし！順調順調！
ユーフィーちゃんのお通りだよ。こっちもこっちもボロボロ。ミッドガルはすっごい都会って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。ウータイが攻撃する前に壊れちゃいそう。
れ使えそう。落としちゃおう。ありがとう。
さあ、おう！よっ！あれ？もう匂いに慣れちゃったよ。いろいろ慣れちゃって都会に染まっていくんだね。私は大丈夫。ちゅうか誰もいない。君、この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？君、この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でも軍隊が噛んでるなら。現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た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 。アバランチの仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユーフィユー、あら、イエスモーグリ。アバランチ。俺はジージェ。ついてきな。お、待ってよ。アバランチってジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノシューはみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも道案内はいるよ。っていうか、ウノシューって？ウノシューは君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞ、こら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか。舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここだ、さあ入って。ニュースを見る限り、クラウドさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。全身の振りが楽しみ。ビリーボート、ポールコだ。そしてナヨ。うん。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチよ、協力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中。毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユーフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。え、あ、ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。はいはいはい。ん？おお。あ、あ、あ、これ食べ物なのかい？あ、すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。
旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした町で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアはシンラビルの地下にある。究極マテリアちゃん待っててね。無理は禁物。いい？シンラビルがどこにあるかは。そうね、ビリーボーに聞いてみて。はが。それよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ？シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。シンラビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、そのあたりの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。ああ、それな。 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラを甘く見ちゃダメだよ。あ、うん。
ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ？シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあ、シミュレーターするというか、仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい？試したいだろ？別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ？コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシュは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ簡単にルールを説明するね。やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ポルコが弱すぎるんじゃない？
ああ、でも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほで酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもダダクだよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え、どこにあるのか知らないし行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな亀道楽。あ、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。あー、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。のお使い始まり始まり。バンワンバンワン、僕の名前はスタンプ。今日は隊長の命令で夕食のパンを買いに行くんだ。町に飛び出したスタンプはパンのいい香りを目指してズン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 と進みます。ミルクやハムやケーキには目もくれません。お姉ちゃん邪魔。モグ姉ちゃん邪魔。モグ姉ちゃん。スタンプは自慢の鼻を使って町で一番のパン屋さんを見つけ出します。そうしてとってもいい匂いがするパンを手に。わわわわわ、見ない子だね。あの派手な人が神羅の統括。情報が足りないわ。スラム全体で見れば。協力者を選定中。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし。うん、まずまずの逸材です。君何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い
仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ほーん、なんか面白そう。やる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 ですね。戦闘データを解析した結果、召喚マテリアの生成に成功しました。ユフィさんのスピードはまさに雷。これからは雷帝ラムーと共に存分に暴れ回ってください。どうぞどうぞ、いつでも挑戦してください。やらないんですね。なんだろう、残念です。列車が止まってばっかりだと、仕入れを増えた。こんな時だからこそ手持ちの武器の点検を。あ、見ない顔だな。武器が欲しいのか。どれも自慢の品だぞ。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな。チラシ？おやおや、亀道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。
ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。亀道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、マコールの事件がありまして、ウータイのことを快く思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へえ。いやー、参った参った。しかしこれは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだ、お嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか。実は私コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。ソノン帰ったことになったね。チラシはどこだ？この前またもや臨時修理アバランチはまだまだやるつもりだろうな。なんかちょっと怖いな。故郷に戻ったもん。モーグリのマントだ。落下の影響を受けていないし、勝利の極意はで、相手がこう来た時はこう、なかなか難しいもんだな。おじさん、何ブツブツ言ってるの？あ、うるさくしてすまない。娘にゲームの遊び方を教えてほしいってせがまれてね、絶賛勉強中なんですよ。もしかしてコンドルフォート？私でよかったら相手になるよ。そうかい。じゃあ言葉に甘えて。
なるほど、ようやくコツがつかめてきたぞ。ん？負けたのに？うまく負ける練習ですよ。娘の機嫌を損ねないようにギリギリで負けるのがコツなんだな。ずるい。その通り、家庭円満の秘訣です。バイク帰ってこねえな。もしかしてこのまま。いや、信じよう。セブンスヘブン、今日は休みか。なんだろう、さっきから同じニュースばっかり。私も一緒に行ってれば。足引っ張るだけか。遅い、いくらなんでも遅すぎる。あ、誰か待ってるの？あ、デート？違うし。って誰？悪いけど話しかけないで。今機嫌最悪。昨日なんかバタバタしてたしな。いや、今日はこの月でもない。はいはい、コンドルフォートなら一回。あ、ご新規さん？てか何なのそのお子様な格好。え、これお子様なの？ひたすら可愛くない？ああ、なるほど、センスわかんない人だ。ニットがる女め。え、ねえねえ、コンドルフォートやんない？私修行中なんだよね。ぶっといいね。でも私対戦料もらうよ。一回3ギルです。
んとズルしたはずなのに。センスがいいからね、あたし。ほら、付き合ってあげたんだからさ、マナギルちょうだい、マナギル。やなこった。ただ、エネルギーは上がり。でも、万が一。金、どっかに落ちてないかな。俺ってば、有金はたいてコンドルフォート買っちまったんだよな。ほら、俺って流行りに敏感じゃん。って何？いやは！びっくりした！急になんだよ！てか、誰？あんたこそ、こそこそ隠れてさ、怪しいよ。さては、神羅のスパイ。はあ？なわけあるか！おら、ちょっとその、野暮用で。つうかコンドルフォートで一攫千金、大金持ちになろうと思ってよ。ははん、あんたもチャンプ狙い？でも残念、賞金をゲットするのは、私なんだよね。何よ、こっちだって人生かかってんだ。引き下がるわけにはいかねえぜ。
けた。ああ、俺の賞金がピヨピヨと飛んでいく。シンシンシン、堕落してるやつ一人倒した。え、なんか言いました？ミッドガルには負けないんだ、私。タイムなんで。今度みんなで作ろうぜ。今日も上に行けなかった。お芝居の稽古で来ないか。
なんですかな。何ですかな。さっきチラシを1枚確認してきましたが、子供たちに隠されてました。掲示板にも貼っておいたのですが、見事に隠されてましたな。馴染みのご婦人が経営するアパートにも貼らせていただいております。土管通りに貼ったものは猫に奪われてしまいましたな。廃工場の近くにもポスターを貼ったはずなのですが、あの一枚はどこに行ってしまったのでしょう。そうそう、チラシを貼った場所には CM ソングを流していますよ。カメ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 道楽。カメ道楽の気配がする。そうだ、こっちだ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。お嬢さん、おっと、もしかしてマイフレンドと知り合いなのかい。あんた神羅だよね。いかにも。私はローチェ。君は何かまずい匂いがするな。だが安心したまえ、今はプライベートだよ。友達を探しに来ていてね。どんなやつ？オーマイ、名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だよ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手してくんない？コンドルフォート、はっ、いいね。マイフレンドを待つのにも飽きてきたところだ。
勝ちだ。フレンド、私感じさせてもらったよ、君の熱いパッション。こうして本気でぶつかり合ったのだから、私たちはもう親友だ。次は2人でツーリングに行こう。約束だぞ、マイフレンド。暇してんなら私とコンドルフォートやんない？ああ今流行ってるんだっけ。はあ、イライラしててもしゃあないか。いいよ、相手してあげる。
負けちゃった気は済んだ。じゃあほら、行った行った。ますます機嫌悪くなったね。ごめんね。くぬただいま。おかえり、そのユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。何？父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁、五道様から直接剣法の指導を。あんなやつの話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいだと最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か、いいね。私いつもちびっこ枠だから究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだあ、ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫、うん、ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。
食品だけでなく武器の備えもお忘れなく。おう、気になるもんはあるか。ユフィさん、やるやるですね。やらないんですね。なんだろう、残念です。このまま爆発。